はい、こんにちは。こんにちは。はい。光強きよ。どうぞ。はい。はい。なんか出てきた。なんだ？どうぞ。何？絵でも描かされんの？質問です。はい。はい。ゲーム部でこれまで一番やってきたゲームは何でしょう？エイペックス。エイペックスでしょ。ですよね。普段もやられてるっていうことですよね。はあ。すごい最近よくやってるね。俺より多分長くやってる。ま、マジ、うん、そうだっけ。俺やめようと思って。副担多分ちょ熱がね落ち着いてるから。ちょ最近ね落ち着きだから。だからそれだけやってるっていうことはある程度レジェンドのことはもう知ってるんじゃないかな。普通にやだもう。第2回。第2回。いや第2回ってほどではない。ほどではない。いいよ。怖。どんと来い。最近の人なんか全然知らないんだけど。最近の人。一人しかいないでしょ。マットマギーしかいない。マットマギーさん。これはですね、昨日たまたまランとウマ娘の話してて、ね、ゲーム部のなんかネタ考えてよみたいな話したら、これ良くないみたいなの飛んできて。バンチャン企画。ラン企画ですね。ランダイ企画。というわけで今回はですね、はい、お題に対して何のレジェンドかを答えていただこうと思います。あね、要するに公式で発表されてるプロフィールを僕が言うので何のレジェンドか。あるよね、あるよね。よくさ漫画とかでもさ、あらすじって何の漫画でしょみたいなやつあるよね。そういうことやんな。前にあのカッターの本まだ読めない。ねえねえ、それはやばいよね。公式サイトに載ってる情報だけなんで。公式サイトは別に開いたことないけどね。じゃあもう早速第1問からいきます。怖い。よく聞いてくださいね。9歳の時、〇〇は亡霊のごとき暗殺者レブナントが家族の命を奪う光景を目の当たりにした。はい。すべてを失った〇〇は盗みを働くことで生きながらえてきた。腕を磨き貧しい生活から這い上がるためにあらゆる手口を使った。そんな彼女に転機が訪れた。侵入不可と思われた施設に忍び込み、ジャンプドライブテクノロジーを手にしたのだ。テレポーテーションブレスレットを身につけた〇〇はどれほど厳重に警戒されようとも意に介さず、狙ったものは確実に奪い取った。夢に見た上流階級の暮らし。最後簡単ですよね。わかるのに、これこの名前が出てこない。多分これ一番簡単。一番簡単。でもこれ聞いてたらあの技の名前で分かる。あ、そうね。多分技の名前が入ってるのがこいつだけなの。あ、そう。だから他は入ってないよ絶対。じゃあ違うじゃん。でもショコラはなんで分かんないかって多分ほぼ使ってない。あ、そういうこと。もはや解放してない。私も一回も使ったことない。全部解放してる。まあ、うちもキャラは使った。今日これだ。え、書き直そうと思ったけど。それでこれだの。え、でも解放してない。技の名前でしょ。技の名前入ってる。入ってるよ。え、だったら違うかなって思っちゃった。じゃあ、まあ、パッシブじゃない戦術アビリティの方の雰囲気やってあげて。戦術アビリティ。戦術アビリティってどっち。え、だからこれでしょ。これで、はいはい、ピューンシャッ。じゃあ違うじゃん。私使ったことある。ねえねえ、全然使ったことあるから結構好きよ。え、あのちょっと一瞬あれ見ていいですか。何、名前の欄を。いやダメダメ。ちょっとお願いします。ダメダメですよ。名前の名前ならないんだ。全然わかんない。忘れ的な。え、割とやってるよな。え、最近ね、森かほともやってるの。え、確かにやってる。そう、一緒にやってんだけど、でも相変わらずランパートしか使ってない。ランパート愛がすごい。正解出しますか、みんなで。うん、せーの。はい。お、よかった。ローバ、ローバ。うん。はい、ローバでございますね。ちょっと本当に見たい。ジャンプドライブ。ジャンプドライブ。ジャンプドライブ起動。ジャンプドライブ起動。はい、次。はい。まるまるは荒っぽい一面を。荒っぽい人しかいない。だ。心優しき巨人だ。巨人？巨人？慰めの探索救援協会ボランティアの両親などとして生まれ、アウトランドではありふれている危険な状況から人を救い出すことを昔から得意とした。そんな彼も人を守ることの大切さを分かっていたわけではない。ある日彼は父親のバイクを無断で借り、男友達と乗り回していると土砂崩れに巻き込まれてしまった。両親に救出されたが、その際に父親は腕を隠してしまったのだ。丸々はその代償を心に深く刻み込み、困っているものを助けることに一生を捧げることにしたの。へえ、すごい。終わり？終わり。むず。でもこれ多分彼と。ほら、なんかね、ちゃんと聞けばね、ちょこちょこヒント入ってるの。心優しき巨人なのよ。そうだよ。でね、巨人なの。そうなんだよ。もうでかい人って。巨人ってもうジブしか思い浮かばない。アウトランズではありふれている危険な状況から人を救い出すことを昔から得意とした。ね、だから助けるってことでしょ？そう、助けるのが得意な人でしょ。ようこざんすか。はい、そういう優しい人ってあの人しかいないのよって思う。あの人超優しい。はい、
これや。これです。踊ってよ。優しい人だ。そうだよ。みんなで踊れるよ。わかった。せーの。クリップ。あ、巨人じゃない。しかもミから始まってる。ミラージュ最初かと思って。ね、でも人守りそうじゃないよね。そうね。あいつ逃げるじゃん。正解してるかホタルも。うん、成功してる、巨人ってことだよね。なんだ。だってさ、ジブのさ戦術アビリティ系ってもう味方を守るじゃん。守るね。盾持ってるしね。シールド、ドームシールド、ドームシールドするし、ね。簡単だったね。巨人のそのまま書けばよかった。ですね。何もひねりもございません。ひねっちゃったよ。でかい男2人ぐらいしかいないから。ね、私とあらすじみたいなの読んでるだけだから。別にひねりとかないのよ。ないない。てなわけで、2211。これね、めっちゃ簡単。はい。簡単なんだ。出してくれるんや。ある日、まるまるは退屈していた。いや、彼が退屈しない日はないに等しかった。シルバー製薬 CEO の息子である彼は、人生に何の望みも持たず、命知らずのスタントを披露したホログラム動画を投稿することで、視聴者の度肝を抜くことを楽しみにしていた。そしてこの日、彼は近所のガントレットに挑戦し、ゴール付近でグレネードを起爆することで推進力を得てコース記録を更新しようとしていた。点々点。え？簡単よ、これも。すごいエイペックスの中で有名。有名有名。グレネード。そう、あのね。そうですね。こいつの PV もあるんだけど、てか斧の PV があるんだけど。うわ、見たことない子も。こいつの PV まんまこれ。え、てか、あれだよ、フィニッシャー多分。ああ、そうね。フィニッシャーにそういう節がある。わかったわ。多分わかる、みんな。みんなある程度使ってんじゃん。みんなある程度使ってると思うよ。はい。わかるわかる。いいですか？せーの。じゃん。おっと。あ、送ったんだ、ね、そいつの名前。全員正解できられる。分かっちゃった。オクタンすごいやべえやつっていうのを覚えてる。え、なんか足が早い。坊ちゃんの。そう。坊ちゃん坊ちゃん。で、あの最後動画投稿とかしてていつもこうやってさ、うん、あれ持ってるじゃん自撮り棒。持ってる。持ってるっけ？持ってるの。最後大会中に自分撮りながら記録出したいからグレネードでバーンって爆発して飛んでって足なくなって機械になった。そうそう。でフィニッシャーがあるグレネードを敵に投げてこう。最でパンっていうやつだから、あるある、オクタンはちょっと当たおうかなです。〇〇は、個人事業を営むブルーワーカーだ。アウトランプの西、危険でサンダイリアは巨大な銃、そして金属スクラップ満載のバックパックでだけで生きていている。ガイアで人気の改造ショップを開く以前、ラムヤパリークはアンダーグラウンドのガントレット界で評判高め、パリークは手シーンが改造したアイテム、そして圧倒的なスキルを武器にして頂点に立ってきている。以後彼女は密輸業者やシンジケート組織、そういった連中からも選ばれるようになる。〇〇の刻印がなければ最高の品物とは言えない。巷ではそんな噂も聞かれるほど。ちなみに本名言っちゃった俺。ね、言ったよね、うん、今ね言ってた。え、分かったよ。え、名前言った、一人。でもその名前私は聞き逃した今。で、丸々の刻印がなければ最高の品物とは言えない。それがちょっとよく分かんないの。え、知らない武器に書いてあるのよこれ。あ、そうなんですか。名前、めっちゃ書いてある。多分最近使ってないから。ヘムロックとかも書いてあるし。武器商人なんだ。そう。すごい。ようござんすか。全然変なのできた、はい、まあいいや、はい、変なのできた。せーの。あ、嘘、ランパートだよ。ランパートなんだ。シーラー、シーラーかなって思った、ね、武器がある。そうだから、エーペックスの中で使われてる武器ってランパート製なの。なんかさ、ランパートがさ、出てきた最初の時のトレーラーさ、めっちゃ武器作ってなかった。あれ武器商人の、あ、そうなんだ。で、爆発させられちゃうんだけど、森川には答えてほしい。そうだよね。大きい武器を、大きい銃って言ったからランパートかな。さっきローマ出たやん。ね、思ったうわ、ランパートが悔しい。丸々はかつて人だった。もう待って待って待って。かつてマーシナリー、シンジケートが誇る最強の殺し屋だった。シンジケート、もしかして。鏡を覗き込めば過去に思いを馳せる人の顔をした。自身の姿を見ることができた。しかし時を経てあらゆる状況が一変する。彼のプログラムに機能不全が発生。一応最後まで聞こう。もういいかな。一応最後まで聞こう。森川なんか。この後ね、そんなあれなんだよ。その目に映ったのは鉄と皮だけの生ける悪夢。変わったね。終わり果てた姿だ。いいですか。はい。せーの。なんでだよ。なんでだよ。いや、まあ確かにアッシュも正直に人間じゃないって思いました。気持ち悪い目描いてる人いる。違う、これ投げるやつ。好き。
綺麗こうなってない。何それ。スキル無効化させるやつ。うん、スキル無効にこういうの丸いよね。丸い玉来るじゃん。皮なしって皮付きって言うじゃん、人間の。確かに、皮なしか。だから、皮なし。なるほどね。〇〇は壊滅的な力を持つ戦士だ。強烈な攻撃を繰り出し、現実の一層に亀裂を開くことで時空を操ることができる。だが、それは代償の果てに手にした力だった。数年前、IMC 設置施設で目を覚ますと、彼女はそれまでの記憶を失っていた。シニアサイエンスパイロットのレネイ・ブラジーは自身の実験に被験者として志願した。だがパートナーに裏切られ隔離された。残されたのは臆病な少女一人。脳内で鳴り響く声に怯えて怯えていたが、レインの幻影に流され、その声に耳を傾けるようになった。声に導かれた彼女は呪縛から逃れる力、そして別の現実、こちらの世界へと脱出する力を身につけたのだった。これいてくれるとそれだよね、やっぱり楽。うん、せーの、おお、え、あー、イエーイ、はいはいとか言ってたくせに。違うのか、聞くじゃないですか。声がもう一個聞こえるんだよ、レイスは。アッシュも結構ちょっと似てん、似てるね。うわー、惜しい。え、うちめっちゃやばい、はい、もう一回やり直します。はい、じゃあ次はですね、思うのがピックする時とかにとか公式サイトで持ってる武器があるんですね、キャラクターと。え、でも覚えてないよ、そんな。わかんないよ。じゃあ終わりか。終わり。試しに1個。ランパートが持ってる武器は何でしょう。わかんない。いつ。あ、赤のやつだ。赤っぽいオレンジ。シーラ。これで答えだよ。あ、そうなの。そうなの。シーラが答え。あ、はい、次、バンガロール。え、ライト？ライトです。あー、これかな。これしかないかな。え、これか。どうだろう、わかんない、私。あれ違う？ライトじゃない。ライトって何？何？オレンジ、オレンジ。オレンジ、オレンジ。ねえ、もうさ、その領域はもう過ぎてってほしい。なんかこんな気がする。ね、なんかそんな、あ、そっちか。 G7 スカウトですね。誰も違う、違った。あ、でも確かに、確かにガチャンコしてる。うわー、確かに持ってる。はい、次、ジブラルタル。ごめんなさい、ジブは持ってない。持ってるんですね。今手一杯でしょ、盾持って、うん、ジブの写真思い出してください。体がでかいことしか思い出せない。でかい、こうやって持ってるんです。でかい武器持ってる。しかも、すごい分かりやすい。分かりやすい武器、見た目が。え、これ正解なんだ。全開精度。わかんない。え、見た目わかりやすい向き。確かに。なんかなんかよく発見した時喋ってる感じでございます。エヴァか。ほら。背中だ。ほんまや。こうやってるわ。ほら、丸いとこで当たるよね、やっぱり。絶対エヴァ8。すげえ。エヴァ8だね。はい、次。はい。ヒューズ。え、でもあれじゃないの。わからん。ピックすんのに知らん。ねえ、ピックする人は分かっててほしいけど。これ最近つぶやいたよ、これについて。ごめんね、ヒュータン。え、これじゃないのかな、わかんない。ライトじゃない。ヘビーじゃない。ヘビー、これ以上は言えない。ヘビーじゃないの、これ。正解だ。え、あ、まあでも確かにそれも、でもその言い方はしないよね。フラトラ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 じゃん。フラトラ。どこ座ってんの、それ。ハマってた。ハマってた。良いですか。サーティサーティリピーターですね。サーティサーティや。あー、そうなんだ。知らない。はい、次。ローバー。ね、覚えてねえよ。ローバー杖しか持ってませんね。杖と、こっちでこうやって持ってる。持ってる、持ってる。長物や。だって、こう持ってる。じゃあ、分かった、ごめん。長物ではない。ハンドガンじゃない、ローバーの。ていうか、ローバのコスプレとかもともとね、はい、まあそっか、めちゃくちゃ髪長い人ならほら、一番最初に森かほがやってますよ。なんだろう、これこれ何、これなんだろう、何書いてあるの。これ、初めて見ました。違う違う、間違えた、間違えた。新武器かもしれない。こっち、こっち、こっち、こっち。逆だった、見てあげてくださいよ。最初に書いたピー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 ローバでしょ。数字忘れたんだ。ヒントないちゃい。わかんない、オルタネーターとか言っちゃった。オルタネーちゃん。アブリト正解。え、P2020 だ。P2020。あー、惜しい。これさ、本当だ。RE48 とかマジマジ迷った。そうね、むずいよね。これ当たると思ってないから嬉しい。最後です。最終問題。ブラハ。え？ブラハはなんかでかいの持ってるよ。でも普段は持ってないのよ。待って、あれについてない？いつ持ってるってこと？フィギュアについてるわ。スキン違い、フィギュアにもついてる。私、ブラハのフィギュア、机の上に飾ってるから。え、確かに。ブラハのフィギュア。これじゃないっけ、確か。これじゃないの？これじゃないの？これじゃないの？
これでしょ、ね、見てみんな違う、嘘みんな違う、これじゃないっけ、これの時だけなのかな、逆にじゃああれかな、正解はこれです、チャラい、チャージライフルです、チャージライフル、なんかこういう四角めの形だったからプラウラーか L エスターじゃないっけと見てもわかんないよ、なんかピースキーパー持ってる時と、あ、これピースキーパーだ、私が持ってるのはこれでしょ、なんですけど、これでしょ、チャーライなのよこれ、うわ、チャーライじゃん、うわ、どうだよ、チャーライやないかい、うまい、FX 問題でした、楽しかった、みんなはわかったかな、何問答えられたかな、6問ぐらいです、私たぶんぜひやってくださいということで、はい、ぜひやってくださーい、ということで皆さんぜひこの動画を見ていいなと思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。